でスマホで動画見てた。それじゃ起きられるわけがない。全てのことに遅刻して今日もサボってしまった。カップ麺お湯を注いでそれなら出てりゃよかったなんてあくびしてたら麺が伸びた。 Hey! Hey! 涙痛い何をやりたい。いつからだろう夢を見てない。ずっとゲームしてるうちにいつしか大人になってた。みんなどこへ行ったんだ、なんでそんな忙しいの、ちょっと待ってよ。時間はあんなにあったじゃないか。理性の電源切られるように、僕だけ大丈夫ってこと。バンされても禁止されてもダメだって言われても、もう今さら違う自分になれるわけないじゃない。バンされても禁止されてもやめろって言われても、分かりました、改めますって反省なんかしない。神様何かいけないんですか、どこがその基準なのか知りたい。 Hey! Hey! いっぱいあった時間の砂は何もしなくても消える。僕がその気になったら何でもできるとなれてた。ここで何をやってるんだ、遊んでるのは僕一人、誰か教えてよ。変わらないっていけないことなの。いきなりそう一方的に未来を失格にされた。バウンされたらどうすれば